こんにちは、もずくです。今日はあつ森は置いといて、現実のもずくのコーデが見たいという声をいただくことがあったので、今回の動画は現実のもずくの1週間コーデをお見せしたいなと思います。もう秋に近づいてしまっているんですけど、夏の1週間コーデです。それではどうぞ。1日目はリネンのピンクの色鮮やかなシャツワンピコーデです。このトゥデイフルのシャツワンピは足元に深めのスリットが入っているので、歩いている時とか風が吹いてた時に動きが出て気に入っています。すごく暑い日はさすがに着ないんですけど、ちょっと暑いぐらいなら袖をまくって着ています。手元が寂しいのでブレスレットをつけて、日差しカバーで帽子をかぶっています。ノースフェイスのバケハは顎紐もついているので可愛くて、風が吹いても帽子が飛ばないので安心です。サンダルは手羽のもので、黒かこの色で迷ったんですけど、色を入れたかったのでこの色を購入しました。2日目は T シャツとデニムのシンプルコーデです。古着感のある T シャツにデニムを合わせてみました。太めのデニムを合わせてすごくカジュアルにしても良かったんですけど、程よい太さで少し大人っぽくコーデしてみました。このデニムはアナトミカのマリリンというデニムで、私は2年前に購入したんですけど、今まで買った洋服ランキングで上位です。本当にたくさん入ってます。そのおかげで生地も初めの頃と比べるとクタッとしてきて履き心地もいいです。このデニムは履いた時の後ろ姿が綺麗で、ハイウエストなんですけど窮屈さはないです。3日目もこのデニムなんですけど、コーデに迷ったら無意識に手に取ってます。マリリンという名前の由来は、マリリン・モンローさんが履いていたパンツのモデルがベースになっているからだそうです。ちょっと長くなりそうなので、デニムの話はこれでおしまいにしておきます。で、シャツワンピにリュックを合わせたかったので、このニューエラの大きめのものを選びました。旅行の時も2泊3日まではこのリュックで行きます。ショルダー部分が太いので少しは重さが軽減されている気がします。4日目は T シャツとグルカパンツのシンプルコーデです。まず言いたいことがあります。このウエスト部分のベルトが慣れるまでつけづらいです。私が苦手なだけかもしれないんですけど、試着の時結構時間がかかってあたふたしました。シンプルなコーデなんですけど、グルカパンツなのでベルト部分がアクセントになっています。本当はもっとアクセサリーをつけたかったんですけど、ないのでコツコツ集めていこうかなと思っています。バッグは何にしようか迷ったんですけど、結局なしでいきます。5日目はシャツワンピに麦わら帽のコーデです。麦わら帽を毎年欲しいって言ってたんですけど、なかなか自分の好きな感じのデザインに出会わなくて、このビューティー&ユースのものに出会いました。リボンがついていなくてシンプルなデザインに惹かれました。あとお手頃価格です。シャツワンピと合わせるパンツは、私の場合はワイド目を選んでいます。その方がバランスが取りやすいかなと思います。帽子をかぶった姿はこんな感じです。6日目はカーキのオーバーオールでミリタリーなコーデです。このバケハはポシェのもので、見つけた瞬間可愛すぎて即買いました。カットオフになっていて大きさもちょうどよくて気に入っています。ミリタリーさもありながら女の子な感じで合わせてみました。秋は中の T シャツをロンティーやシャツにして、冬はタートルネックやスウェットで合わせたいと思います。7日目は上品なオールインワンコーデです。これ今スカーフ巻いている途中なんですけど、巻き方がよくわからなくて合ってますかね。なんとなくそれっぽい感じで巻いてます。スカーフ巻くのに手間取ってるみたいです。このオールインワンはアニエスベイのもので、ダボったく見えないです。
セレグだったということもあって試着したら買ってしまいました。形も綺麗で気に入ってます。バッグはおばあちゃんからもらったものを使っています。いかがでしたでしょうか。今回はもずくの夏の実写コーデでした。もう夏も終わりで参考にならないかもしれないんですけど、よろしければ参考にしてみてください。コメントお待ちしておりますので、よろしくお願いします。高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。 Twitter とインスタもやってますので、そちらもフォローしていただけると嬉しいです。ありがとうございました。